リバプールがレアルに勝利。遠藤航は出番なし。CL にてリバプールがマドリードの大一番に2例解消、破竹の5連勝。エムバペが痛恨の PK 失敗、遠藤航は出番なし。前半の流れだとまた負けると思ってたけど久々にレアル相手に勝利だな。リバポはトップ抜けほぼ決まりかな。マドリーは当落戦場へ。遠藤いなくても守りきれるんだよな。クローザー起用してるのは別のプランなんだろう。スロット名称すぎる。先般のバペさん。まあエムバペさんすね。ビニー沼に何ができるかというところで相変わらず雑。マジで終わったかもな。レアルは完敗だね。まともな攻撃がなかった。特にエムバペがひどかった。うん、これはバペさん総叩きに合うやろな。クロースの穴埋めができてない時点でね。ケレハーは PK ストップもすごかった。なんでスタメンじゃないんだ。負けたのもそうだし、またカマディンが怪我したのがあかん。これは終わったか。レアル良かったのはクルトワとカマディンがくらいだったな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。